Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、トモです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は日本の7つの嘘シリーズその5として医療の嘘についてお話をしたいと思います。この動画をご覧いただくことであなたは、僕たちを取り巻くこの日本の社会、において、この医療の嘘がどのように私たちのその心や体を、捉えてしまっているか、そういったことを知ることができるようになって、さらにその本質や真実を見抜いて、より豊かな人生を歩むことができるようになります。なので、この動画をどうぞ最後までご視聴ください。僕のチャンネルでは普段は英語力を伸ばしたい方、将来海外で活躍をしたい方、そして自己成長したい方、そういった方に向けて日々動画を発信しています。僕の動画をご覧いただくことであなたの英語力が伸びて、そしてあなたが将来海外で活躍をするために必要なスキル、そしてマインドセット、そういったものを身につけることができるようになったり、自己成長のために必要な気づき、慰め、癒し、励まし、そういったものを感じることができるようになります。なので、僕の動画をご覧いただいて、参考になったな、面白かったなとか少しでもこう思っていただけたらですね、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、今回もですね、僕のこの本ですね、日本の7つの嘘から抜粋をしてお話をさせていただきたいというふうに思います。7つの嘘、今回5つ目ですね。はい、医療の嘘についてお話をさせていただきます。こちらの方はですね、Amazon で販売をしておりまして、ありがたいことにですね、民間振興促進部門で、ベストセラー1位を獲得させていただきました。4月に発売してですね、本当にこう売れ行きが好調で、ありがたいことにたくさんの方にこう読んでいただいてですね、手に取っていただいてこう読んでいただいて本当に ありがとうございます。この動画を借りてですね、改めてお礼を申し上げます。本当にありがとうございます。はい、この動画でですね、一つ一つのそのシリーズについて別々にこう動画を上げているんですけれども、もし他のその今回は医療の嘘についてなんですが、残りのその6つの他の嘘についてですね、教育の嘘とかですね、実績の嘘とかですね、そういった嘘にこう興味がある方はですね、そちらの動画をまたご覧いただければというふうに思います。手に取って読んだりとかですね、Kindle 版も販売をしているんですけれども、ぜひこう手に取って読んでみたいとか、あるいはこうまとめてちゃんと一気にこう読みたいとか、そう思っていただける方はですね、ぜひ Amazon でお求めいただければすごく嬉しいです。はい、今日は医療の嘘についてお話をさせていただきます。はい、今回はまた3つのポイントでお話をさせていただきます。はい、3つ、まず最初ですね、医師は、神様という、医者は神様というですね、そういう固定概念を外しましょうということですね。はい、そして2つ目、これはセカンドオピニオンを積極的に求めていきましょうということです。そして3つ目、最後に、そのスピリチュアルケアの重要性についてお話をしたいと思います。はい、まず1つ目のポイントですね、医者は神様っていう固定概念、これを捨てましょうっていうお話なんですね。はい、この日本社会においてはですね、得てしてですね、その医者とか医療とかっていうその文脈枠組みにとらわれなくても、例えばこうお客様は神様とか、医者は神様とか、何かこう先生は神様とか言う人もいるかもしれませんけど、何かこう人をですね、対象にして、医者だったりとか、先生とかお客様とかですね、その何とか様ってこう呼ばれる人とかですよね、をこう対象にしてこう崇高な存在、要はこう偶像化するとか崇拝化するとか、そういったこうスピリチュアリティが日本人っていうのはあるように僕は思うんですよね。あなたはどう思いますかね。そういうふうにこう日本の文化を見た時にですね、そういう部分がこう多々あるっていうふうに思いませんかね。はい、僕は生まれて37年間こう本当に日本で生まれ育ってですね、そのうち8年間は最近、海外でこう生活をしていて、2年前にまた日本にこう戻ってきたんですけれども、そのやはり日本で生まれ育った、当事者としてですね、やはりその日本人のそのスピリチュアリティを見たときに、どうしてもこう相手をこう偶像化したり崇拝化したりするような、それこそこうヒーローシリーズとかアニメとかドラマとかでもこうありますよね。そういうこうヒーローを立てて、アニメでもそうですし、この人が救世主だみたいな、そういうものをこう立て祭るみたいな、でこう称えるみたいな、そういう風潮というかこう習慣、スピリチュアリティと僕は呼んでるんですけど、そういったものがこう根付いてるのかなって思うんですよね。で、僕がこうあなたに伝えたいのは、まず最初はですね、その日本にはそういう慣習
慣習的なものとして、医者は神様っていう、医師は神様っていう、その固定概念が存在しているよってことなんですよね。で、その背景にはその日本的なその文化的なものですよね、慣習的な、要は、そのある人を対象に、要は崇拝化をしたり偶像化したりするようなスピリチュアリティが、起因をしているんだよっていうお話ですね。はい、でこれはですね、結論から言うと、これは僕は嘘なんですよね。これは嘘だというふうに僕は思ってるんですよ。医者を崇高な存在、何かこう手の届かない、あるいは全てをこう、なんか言われることを全て従わなければいけないような、こう崇高な存在として認識しなければいけないっていうような、同調圧力みたいなものももちろんありますし、それ以前にその対象をこう崇高化するような、それはですね、僕は嘘なんだっていうふうに、この本書の中でもお伝えしてるんですね。はい、じゃあ何が真実なのかって、今疑問に思ってるかもしれないんですけど、お伝えします。真実っていうのは、あなたが例えば患者、そしてまたである場合ですね、で医者がいる場合、クリニックに行く、怪我をしたり病気をしたりとか、病院に行ったり、小さいクリニックに行ったり、歯医者さんかもしれませんし、例えばですけど、あるいは大病院かもしれませんし、大学病院かもしれませんし、そういうところに行った時にですね、お医者さんがいますよね。であなたが患者、そして、お医者さんっていう時に、真実っていうのは、あなた患者であるあなたと、あなたを見てくれるこの先生っていうのは同じ立場なんですよ。同じ立場っていうのはちょっと言い方があれで、もうちょっと詳しく言うと対等な立場なんですよね。あなたが患者であるあなたがここで、あなたを見てくれるそのお医者さんがこっちっていう、そのこう上下関係、こういう上下関係っていうんですかね、この上下関係、この上下っていうのはない、ないんだよっていうお話なんです。あなたが患者、そして見てくれる先生、医者はここ同じレベルにいる、対等なレベルであるべきだし、そうなんだよ、でそれが真実なんだよっていう点なんですよね。はい、これどういうことかというと、その日本の先ほどのその風潮だったり、スピリチュアリティですよね、相手をこう称える、特にその医者っていう文脈においては、医療っていう文脈においては、あなたを見てくる、何かこう自分がこう引けを取っている、劣っている、あるいは 下の存在だ、そしてその見ていただいていて、この先生が言うことに全部こう従わなきゃいけない、あなたがここでその医者の言うこと全部従わなきゃいけない、出される薬全部それをイエスって言って飲まなきゃいけないとか、そういうふうにこう思ってる方が多分多いんじゃないのかなって思うんですよね。で僕があなたにお伝えしたいのは、そうじゃないんだって、こういう上下の関係じゃなくて、横のこの対等な関係なんだって、対等って言ってもじゃあ対等じゃないじゃんって、向こうはケアを提供してるし、あなたはケアをこう享受してる、受ける側だから対等じゃないだないじゃんって思う方もいると思うんですけど、そういう意味ではもちろんそうなんですよね。ケアを提供するのか受けるのか、そういった意味ではもちろんその役割があるんですけど、これからお伝えする言葉なんですが、役割なんですよね。これは何が言いたいかというと、そのお医者さんはあなたを診察する、あなたの症状を聞いて傾聴して、そして何が問題なのかっていうことを医学的に判断をして、診察をして、そして適切なケアだったり療法、それが例えば薬を使うものか使わないものか関わらずですね、そのケアの内容を伝えると、そしてそれを提供するっていう役割があるんです、お医者さんとして。であなたは、その一方でですね、役割があるんですよ。それは何かというと、お医者さんのところに行って見ていただく、そして、その適切な、医療ケアを求める、それを求めていく、求めているっていう、あなたは患者としての役割を果たすためにクリニックに行ったり、歯医者に行ったり、大学病院に行ったりしてるわけなんですよね。はい、だから役割っていう観点で考えたら、お医者さんにはお医者さんの役割があるし、あなたにはあなたの患者としての役割がある、だからそれをただ果たしているだけなんだっていう考えができるわけですよね。はい、その役割をただそのお互いが果たしているって意味では、そこに上下関係っていうのは存在しないし、あくまでも対等な関係であって、もし例えばあなたがですね、そのお医者さんに対して言うことだったりとか、指示とか言葉の内容とか、あるいはその診断の内容とか、今後のそのケアの内容とか、何かに、疑問があった時には質問していいんですよね。はい、質問していいっていうことが、要は対等な関係だよっていうことを意味してるわけなんですよ。それに何かこう引きを取ってしまって、ああでも先生が言うから、いや自分ちょっとそれ違うと思うけど、でも先生がそう言うからみたいな風に思ってしまって、何かこう言えないっていうのは、それはあなたがアサーティブになり得ていないし、
そもそもそこに対等な関係が存在していないので、それはまあ健全な健康的な関係でもないっていうふうにも言えるんですよね。はい、覚えていただきたいのは、あなたのお医者さんが言うことが全て絶対ではないし、絶対的なものでもなければ必ず 100%、120% 正しいってわけでもないんですよ。もちろんこれだと語弊があるかもしれないので、説明させていただくと、確かにその大学を出て医学部を出て、経験を積んでですね、必要なその試験を受けて国家資格に向かって医師のライセンスを取って、見てらっしゃる。だけれども、なんでじゃあ僕がそういうふうに言うか、絶対的なものじゃないかっていうと、人間だからなんですよね。それはあなたも僕も、そしてお医者さんも同じなんですよ。なぜかというと、人間だからなんですよ。はい、僕はチャプレンとして、病院のチャプレンとして、アメリカで働いていましたが、病院の聖職者ですよね、聖職者も同じなんですよ。まあ、教会でいう牧師みたいな存在なんですけど、人間、僕も含めてあなたもお医者さんも、人間っていうのは誰しも完璧でっていうのはありえないんですよ。だからその自分が専門とするその職業上のその提供する内容サービスにおいても、それがじゃあいつも常に 100% 何も間違えないようなサービスが提供できるかって、機械みたいにですよね。それはできるかって言われたらできないんですよ。必ず間違いがあるんですよ、どこかに、時には。それがじゃあずっと間違い必ずあるってわけじゃないんですけど、その理由としては僕らが人間、不完全な人間だからなんですよね。はい、機械じゃないからなんですよ。人間だからこそ間違いはある。だからこそお医者さんだからといって絶対全部言ってることが正しいとは限らないってことなんですよね。はい、それをですね、ぜひあなたに覚えていただきたいなって思うんですね。だからお医者さんを崇拝するってことはやめましょうってことなんです。で、まあ、そのためにはもしかしたらあなたがですね、これまでそういうこのメンタリティがあって、マインドセットがあって、要はでもお医者さんって、まあ、でも称えなきゃいけないし尊敬しなきゃいけないし、まあ、それもそうなんですけど、でも対等な立場なんだよっていうことをまず覚えていただきたいです。で、そのお客様は神様とか、お医者さんは神様って、もしあなたが思っているのであれば、そのマインドセットをぜひですね、外す勇気を持ってください。はい、ぜひそのマインドセットを外す勇気を持ってください。これが一つ目のポイントです。お医者さんは神様という答え概念を捨てましょうっていうお話です。はい、そして二つ目、これはセカンドオピニオンを積極的に模索していきましょうっていうことですね。はい、まあ、その先ほどの一つ目の、まあ、お医者さんは神様だということに、まあ、起因してなんですけど、まあ、だからこそ、でもちょっと疑問があるけど、いやでもこの診断方法って正しいのかなとか、この治療方法方針ってちょっと自分の考えにそぐわない、薬ばっかり使っててすごいなんか自分はあまりいいとは思わないけどどうなのかなとか、他にこの代替案というか代替的な、治療法ないのかなとか、まあ、治療案とか治療薬とかですね、まあ、薬だけ、まあ、薬をそもそも使わないとか、そういうその案が一つ二つ三つ他のものがないのかなって思うとき多々あると思うんですよね。だけどこの一つ目の、要はお医者様は神様だっていう概念から、まあ、仕方なくですね、いやおうなしにというかですね、まあ、従わざるを得ないって自分で自分自身にこう信じ込ませてしまって、結果的にあなたが本来は、まあ、疑問があったりしているのにもかかわらず、まあ、それをこうそのお医者さんが言うことに従ってしまうということが、多々あるのではないのかなというふうに思うんですよね。はい、じゃあそんな時に何が大切かっていうと、セカンドオピニオンを求めることなんですよ。はい、でそれをしないと何が起きるかですね。それをしないと、例えばその先生が言ってる、まあ、進めている、方針が、まあ、正しかったならいいんですけど、まあ、それが間違っている場合ですよね。あるいはあなた自身のその性格、そしてまた人格、特徴、まあ、そういったそのあなた自身を全人的に見た時に、どんなにいい方法、あるいはまあ薬だったりとか、治療法ですよね、薬も含めた、まあ、行動療法かもしれませんけれども、まあ、そういったものがあなた自身というその文脈を鑑みた時にしっかりそれが合致しているものなのか、そうじゃないのかっていう問題もあるんですよね。だからそういう時に、まあ、その何らかの理由であなた自身にそのそぐわないような、合わないような治療方法だったことをだったとした場合、それをあなたが続けてしまったら、あなた自身が良くなるばかりか、あなた自身はこう悪、どんどんこう悪くなってしまうんですよね。はい、体調も悪くなるし、もしかしたらその体だけじゃなくて心の面でもこう塞いでしまったり、不安になってしまったり、余計にこう心配なことが増えてしまったりとかしてしまうん
ですよね。まあ、引いてはその治りが遅くなったり余計にこう悪化してしまうというようなことになってしまうんですよ。じゃあそれを防ぐために何をするかって、僕があなたにお勧めするのがセカンドオピニオンを求めましょうということなんですよね。これはまあ、多分他の、そんなの聞いたことあるよっていう方もいると思うんですよね。そんなの知ってるよとか、うん、セカンドオピニオンなんて大事っていうのは知ってるよっていう方いると思うので、ちょっと僕自身のその例を後ほどですね2つほどお伝えして、その具体例を示した方がすごく分かりやすいと思うので、お伝えしたいというふうに思います。で、これですね、じゃあどんな時にですねセカンドオピニオンを求めるべきなのかってことをちょっと多分先にお伝えした方がいいと思うのでお伝えさせていただくと、何かあなたがですねそのお医者さんが言っていること、その内容ですよね、に内容自体、要は診断内容とか方針とか、その 全体的なことですよね。そういうことに対してちょっと疑問を感じたとか、ちょっと違和感を感じる、要はその全体的なそのお医者さんの判断ですよね。診察だったりとか、その診察内容もそうだし、診断内容もそうだし、判断に対すること、あるいはその対応ですよね。ちょっとその一人の人対一人の人、あなたとその医者としてのその医師である前に、まあ、一人の人間なので、その人間としてその対応がちょっとこれはおかしいとかって思うことがあったり、違和感を感じるとき、まあ、そういうときにですね、ぜひ、セカンドオピニオンを求める瞬間なのかなっていうふうに僕は思うんですよね。はい。で、例えばですね、僕がちょっとその感じたこととして、その判断のところですね、医師の判断、の例なんですけど、僕がですね、ここ最近というか、今年ですね、今年まあ、ちょっと子供がいてですね、子供がこう保育園に通っていて、結構こう風をやっぱりもらってくるわけですよ。で、まあ、それがこうやっぱり家の中に一緒に屋根の下で生活してると、まあ、移りやすくなるんですよね。はい。で、結構風邪を頻繁にひいていて、ちょっとその咳が止まらなくて、まあ、気管支炎だったんですけど、結論から言うと。で、それをこう患った時にですね、まあ、その急性気管支炎みたいな形になって咳が止まらなくて、で医者に行った時にですね、薬を処方していただいたんですよね、まあ、気管支炎だということで。で、まあ、薬出してもらったんですけど、1週間、2週間、そして3週間飲んでも一向に良くならない。そして4週間、まあ、1ヶ月経ってしまって全然治らない、うん、これはちょっとやばいんじゃないかなって思って、まあ、ずっと薬飲んでたんですよね。飲んでも治らないから、じゃあもう1回くださいって言ってまた飲んでたんですけど、同じ先生にですね、治らなくて、これはちょっとまずいなって、まあ、自分自身のその問題なのか、それともその薬の問題なのか分かんなかったんで、まあ、その別のお医者さんに行ったんですよね。そしたら、まあその行った別の医者っていうのが自分のかかりつけのもともと医者だったんですけど、まあ、それ行ったらですね、まあ、そのお薬手帳とか持ってきますよね。でその時にこう、出されたその薬とか見て、その先生が瞬間的に言ったのが、これは治んないよって、なんでですかって先生に聞いたら、その先生は量が少ないからって本当にこう端的に言ったんですよね。この量じゃ絶対治んないよって、こんなの子供に出すような量だよって言ってくれて、で、まあ、何が起きたかというと、その先生は自分のその症状とかを鑑みてですね、まあ、年齢とかその自分のこと結構もうそれこそ10年以上知ってくれてる先生なので、その薬の処方量っていうんですか、ね、その量 を増やしてくださって、まあ、適量にしてくれたというか、で、まあ、ちょっとその、別のタイプ そのいろんなその種類があるので、別のタイプ その薬を出してくれた。で、まあ、結果的に何が起きたかというと、1週間もしないで治ったんですよね、その薬を飲み始めて。はい。で、まあ、その時思ったのが、やっぱりその、まあ、ちょっと1ヶ月もその時かかってしまって、判断が遅れたっていうのは自分は落ち度が悪かったんですけど、もう少しちょっと早く行けばよかったなと思ったんですけど、セカンドオピニオン求めておくべきだなって本当に思ったんですよね。このまま求めずにずっと自分がそのままですね、まあ、1ヶ月治んなかったって言ったんですけど、それ以降もずっとそこに通っていたら、いつまで経っても治んない、そしてそれが慢性化してしまったっていうしまうってことも考えられたので、もうそれは本当にですね、セカンドオピニオンを求めてよかったなって思うんですよね。はい。それがまあ一つ目の、まあ、診断内容ですね、判断の内容で、ちょっとおかしいなって思うときにはすぐセカンドオピニオンを求めに行きましょうってことです。そして2つ目、はい、2つ目は、1つ目は診断内容だったんですけど、もう1つはですね、対応ですね。はい。先ほど人と人っ
って言ったんですけど、どんなにその親しい中でも、まあ、親しくない中でもやっぱりその対応っていうのは、まあ、コミュニケーションなので、良し悪しがあるんですよね。で、良ければいいんですけど、まあ、悪い時には本当に問題になるし、それがお医者さんとのその関係だったら特にですね、まあ、顕著にこれ大問題なんですよね。でそんな時にはもう早急にですね、こうセカンドオピニオンを求めるべきだというふうに思います。これ僕のまた例なんですけど、まあ、2つ目の例でですね、まあ、自分の結構昔のですねかかりつけのお医者さんがいたんですよね。今は違うんですけど、今のかかりつけは先ほど言ったその、お医者さんなんですけど、昔々かかっていたお医者さんが、まあ、ずっと見てもらってたんですけど、なんかこう薬もらうんですよね。風邪ひいた時に行って薬もらったりとかしてたんですけど、なんかこうさ、なんかどんどんつけんどんになってきてるなっていうような、なんか対応がですねで思ったりとかして、で、まあ、急にですね、その一度ですね見てもらった時に、まあ、診察されて終わって、その話の対応とかの時にすごくなんかこう高圧的な、なんかこうすごい上からこう物を言うような感じで、言ってきた時があったんですよね。でなんでそこまで僕は言われなきゃいけないのかなって、ちょっとすごく失礼に感じたし、その対応がですね、まあ、言葉遣いとかですよね、なんでこんな失礼な対応をこの人はしてるのかなって、ちょっと僕も、まあ、腹立ったりとかしてですね、ちょっと納得いかなかったこともあったので、まあ、その診断方向とかもそうだったの、その方向とかもそうだったんですけど、まあ、その対応自体がすごくこう雑だったりとか高圧的だったりとか、なんかこう敬意を持って、まあ、先ほどその総合的なものがあるで対等であるべきだって僕は言ったんですけど、まあ、そこが全く感じられないようなこうなんか一方的なものだったので、ちょっとこれは嫌だなと思って、そこはですねもうずっとだから見ていただいた先生だったんでちょっと勇気が必要だったんですけど、まあ、変えたんですよね、お医者さん。で、まあ、いいとこないかなと思って周りの人に聞いたりしてですね、で見つけたところが今先ほど言った僕 の, あのかかりつけのお医者さんなんですけど、本当にいい先生ですね。しっかり話を聞いてくれて、まあ、傾聴してくれてですね、僕 の, その、まあ、人間としてその、まあ、患者以前に人間としてこう見てくれて、話をしっかり聞いてくれて、最後までですね、でベストなその方針治療法とかも出してくれるような、まあ、先生だったんですよね。でもう本当に、まあ、心の安らぎがあったんですよね。その時にああこの先生本当にこういい先生だなって思って、で、まあ、その先生に帰ったんですよね。でそれはその後に何が起きたかっていうと、やっぱりその、まあ、かかりつけのお医者さんってこう継続的に見てもらうじゃないですか、その時に限らず。でその時にやっぱりこう何回も何回も顔を合わすので、いい先生ならいいんですけど、悪い先生だったら本当にもうなんか行くのも嫌になっちゃうんですよね。でも本当に僕は本当にこうありがたいことに、その先生がと出会えてですね、今本当にこう、まあ、今もその先生に見てもらってるんですけど、風邪いたら風邪いて本当に悪化した時とか行く、たまに、まあ、インフルエンザかかったりとかですね、その時にはこうそこに行くんですけど、本当にこうこの先生に見てもらって本当に良かったなって僕は思うんですよね。はい、なので、この2つ目のポイントはですね、セカンドオピニオンを求めるってこと、そして、その判断基準ですね、それはお医者さんの判断がちょっとあれって思う時がある時とか、あるいはその対応がそもそもちょっと不遜だったりとか、権威に欠けるような対応とか、まあ、そういう時にはですね、疑問に感じたことをこう見過ごしちゃうんじゃなくて、勇気を持ってですねセカンドオピニオンを模索する。そのために確かにその時間とかお金はもう少しかかるかもしれませんけど、継続的なその長い目で見たら1年2年5年10年というその長い目で見たらですね、あなたの人生によりこう豊かなこの要素をこう与えることになると思うんですよね。はい、もう僕自身も本当にその信じることができる、信頼できる本当にいい先生と出会うことができて、継続的にこう見てもらうことができて、本当にこう心の安らぎが与えられましたし、本当にこう安心しながらこう毎回見ていただくことができるので、ぜひそのなんていうんですかね、かかりつけの意思を持つ、見つけることっていうのは本当にこの人生において不可欠だし、大事なことなのかなというふうに僕は思いますので、ぜひですね、まあ、セカンドオピニオンっていうこの2つ目のポイントではあるんですけども、そのかかりつけの医師ですね、いい医者をぜひ見つけていただければというふうに思います。そして疑問を感じたらセカンド、そして時にはまあサードですね、2つ目3つ目も、まあ、視野に入れながら、選択肢をこう模索して、あなた自身 の, その、心
心、体、そして魂のケアをですね、しっかりこうしてくれるところ、はい、そして人、お医者さんを見つけていただければというふうに僕は思います。はい、これが2つ目のポイントでした。そして最後3つ目のポイントですね、これはスピリチュアルケアの重要性についてですね。はい、スピリチュアルケア、なんでこれが僕がお話しするかというと、これ日本の医療の嘘っていう、まあ今日はテーマでお話をしているんですけど、この日本の医療っていうのは、そのお医者様は神様だってことはそもそも嘘だよってこと、そして、セカンドオピニオンを、まあ、求めないようなその空気感とかっていうのもそもそも嘘だよってこと、それに加えてですね、これに拍車をかけているのが、これ根本的な問題なんですけど、このスピリチュアルケアに対する理解の欠如だったりとか、そもそも理解がされていないことだったり、理解がされていないがために、まあ、医療機関に行ってもその医療に携わる従事者、医師とか看護師とかもそうだし、まあ、その医療機関全体として、そういったそのスピリチュアルケアに重きを置いた、あるいはそれを理解した上でのその全人的なケアっていうのが、まあ、されていないっていうこと、はい、これ残念なことなんですよね。残念なこと以上に、まあ、それは嘘なんですよね。はい、僕が言いたいのは、スピリチュアルケアを書いた、それがないケア、要は二元論的な心と体だけのケアっていうのは、これは完全ではないし全人的でもない、それは嘘なんだよっていうことなんですよね。はい、じゃあ、まあ、言わずもがななんですけど、じゃあ何が真実で本質的な本当の医療の姿であるべきかというと、それは3つの、まあ、三元論で、僕の別の動画でですね、スピリチュアルケアの動画を上げてるんですけれども、チャプレンという仕事というその動画をですね上げてるので、もしそのスピリチュアルケアに興味があるとか、その専門家を目指しているとか、あるいは医療従事者でですね、あなたがですね、日々そのケアを享受している人と対峙をしている、そういう人たちにこうケアを提供している、そういう人の場合はですね、ぜひご覧いただきたいなと思うんですけれども、このスピリチュアルケアですね、これは日本で本当にこう欠落化しているんですよね。はい、でどういうふうにじゃあ欠落しているか、はい、これはですね、まあ、真実を見ればわかるんですね。スピリチュアルケアがあるケアが、まあ、真実のケアなんだっていう、まあ、それが僕のあなたにお伝えしたいポイントなんですよね。はい、心と体ってさっき言ったんですけど、心ですよね。例えば怪我をしたら、例えば僕が今この腕をちょっと切ってしまって、なんかすりむいて転んでこう肘をこうすりむいた、そういう時血が出ていると、それがちょっと痛い時にはちょっとこれ見てもらわなきゃなと思う時には、まあ、お医者さんに行きますよね。でこう絆創膏貼ってもらったりとかするかもしれませんけど、消毒薬塗ってもらったりとかですね、そうやってこう治療してもらう。で何かこう身体的な怪我をした時にはお医者さんに行く、そして内科医とか外科医とかですねの方に、まあ、先生に見ていただく、はい、まあ、それが体の病気の場合、そして心の病気の場合ですね、ちょっと塞いでいるとか塞ぎ込んでしまったとか、ちょっと今不安に襲われているとか、なんかちょっとメンタル的にやばいとか、ちょっと言葉あれですけど、まあ、そういう時にですね、どこに行くかって言ったら、例えば心理カウンセラーとか、あるいは精神科医とかのクリニックに行くわけですよね。で日本ではそういったその二元論で、という認識のもと、数十年数百年という単位で、医療が行われてきているという実情があるんですよね。その一方で欧米諸国はどうかっていうと、まあ、特にそのアメリカ、カナダとかイギリスとか、そういう欧米諸国ですよね、英語を話すところ、そういうところの、まあ、理解は、医療の理解はどうかっていうと、その心と体っていう2つ二元論じゃなくて、そのもう一つあるんですね、心、体、そして最後3つ目に霊、あるいは魂って言われるところで、この霊とか魂って言われるものを英語でスピリットって言うんですけど、その要は霊と魂に焦点を当てたケアだからスピリチュアルケア、スピリチュアルなケアだからスピリチュアルケアというふうに言うんですよね。霊的ケアというふうにも呼ばれます。はい、この霊的ケアじゃ例えばどういうふうなものなのか、先ほどのその例で言うと、怪我してしまったらお医者さんのところに行って、心をこう病んでしまったら精神科医のところに行くって言ったんですけど、じゃあそもそもスピリチュアルケアを見てる人、スピリチュアルケアをこう提供する人は誰かって言ったら、先ほど僕が言った、チャプレンっていう存在なんですよね。僕がアメリカでこう仕事をしていた、そのチャプレンっていうその仕事が、要は、その人々の魂のケアを司っている仕事なんですよね。はい、じゃあそのスピリチュアルケアというのは、まあ端的に言うとどういう
なんだろう、ものなのかですよね、どういう症状の時に必要とするあるいはされるのかということなんですけど、例えばですね、この人生において、あなたの人生においてこう、まあ、悩みがあるとか、そして、ちょっと生きる意味を見失ってしまったとかですね、何かその挫折してしまって、例えば、まあ、学生の場合であれば大学受験に猛勉強したのに、落ちてしまったと、うん、でもうこの高校3年間分の本当にこの苦労が水の泡になってしまったと、自分はどうしたらいいんだとか、まあ、そういった意味でこうもう生きる意味を見失ってしまった、あるいはあなたが、まあ、僕のような社会人の場合はですね、まあ、仕事を失ってしまったとか、あるいはその家族を路頭に迷わせてしまうとか、まあ、そういったその、まあ、事業が失敗してしまったとかですよね、まあ、そういうことで、大ダメージをこう経済的にも身体的にも負うときですね、まあ、そういうときに、生きる意味を見失ってしまった、あるいは辛くてしょうがないと、希望が見出せない、もう絶望しかない、希望なんてどこにあるのとか、まあ、そういうときですよね。要はその心や体の問題とはまた別のレベル、ベクトル、そしてレイヤーで存在をしている、本質的な希望だったりとか、生きる意味を見出すことだったりとか、喜びを見出すことだったりとか、そういったことなんですよね。あるいは、まあ、例えば神様のような絶対的なその信仰、あなたが信じることができるそういった存在を持っているのかいないのかとか、そういうお話ですよね。そういった悩みだったりとか、事象に対して、あなたがそういうことを感じているときにですね、そういうときに必要なのがスピリチュアルケアなんですよね。で、そのチャプレンが提供するそのスピリチュアルケアっていうのは、先ほど言ったような、生きる意味とか、本質的なその慰めとかですよね、そのあなたの痛み、あなた自身にしか分かりえないその痛みや苦しみを本当にその理解する人だったりとか、まあ、その理解されたっていうその思いがあなたが感じていただけることですよね、まあ、そういったその本質的な回復だったりとか、喜び、慰め、励まし、希望、生きる意味を見出すこと、認識すること、再発見すること、再認識すること、そういったことがそのスピリチュアルケアを通して得ることができるようになるんですよね。で、このスピリチュアルケアというのがその往々にして、まあ、度外視されてしまう、あるいは軽視されてしまう、これがその日本の医療において、これまで10年数十年数百年こう起きている、まあ、事実なんですよね、はい、でこれこそが僕が今回あなたにお伝えしたい嘘なんですよね、日本においてはそのスピリチュアルケアというのがそもそも存在していないし、認識が社会的にもその個人間でもされていないということ、まだまだそれがされていないということですよね。そしてそういう前提に基づいて、二元論的な心と体でしか人間はできてないんだっていうような前提に基づいて、医療っていうものが行われて提供されてきてしまっているということ、それこそがまさに嘘であるということを僕はあなたにお伝えしたいんですね、はい、だからこそじゃあ何をすべきかということなんですけど、このスピリチュアルケアに対する、まあ、理解を深めましょうっていうお話なんですね、はい、人間はその心と体だけじゃなくて魂でもできている、霊的な存在であるんだよっていうことなんですよね。僕たちの霊的なその体の痛み、すり傷があったら手が痛い、そして血が出ていたら痛いと、そしてまた心が例えばその、悩んでいるとか、そういう時にはですね、もちろん心が痛いと、そういうのもあるんです、だけれどもその心と体とはまた別の次元で魂、あなたの魂っていうのが存在していて、その魂は痛むものなんだよってことなんですよね、魂は痛むものである、で僕らはその痛む存在であるんだよってこと、それをですねぜひ、あなたに覚えていただきたかったなというふうに思うんですね。そうすることによってあなたはその全人的にあなた自身をそう捉えることができたり、あなたがもし例えばですね、何かその、魂のそのスピリチュアルのその痛みがあって、それを経験したときにですね、適切なケアをその求めることができるようになるんですね、はい、いかがでしたでしょうか。今日は日本の7つの嘘のシリーズの5つ目として医療の嘘についてお話をさせていただきました。お医者さんは神様ではないんだよということですね、1つ目、なのでそういった古典観念を捨てましょうということなんですね、はい、お医者さんもあなたも僕も、みんな、完全な存在ではないんです、いつかは死ぬし間違いも犯すし、そういうような存在なんですよ、神様ではないんです僕らは、なので、
神様みたいにそのお医者さんを称えるってことは勇気を持ってそういうものはやめましょうってことですね。そして2つ目、セカンドオピニオンを求めようということですね。あなたがそのお医者さんの、対応だったりとか、その診断内容、診察内容、今後の方針とかですね、その説明の仕方とかですね、内容とか、そういったことにこう疑義を感じた、唱えたいというときですね、なんかこう疑問を感じているときには、そういった思いを見過ごさないで大事にして目を止めてですね、セカンドオピニオン、サードオピニオンを求めていきましょう。そして、なお良いのは、あなたが信頼できる生命学校を付き合えるですね、かかりつけの医者を見つけましょうということです。そして3つ目、最後にスピリチュアルケア、これは本当に重要なんだよということです。人間は心と体だけじゃなくて魂でも構成されている、その3つ目の要素でも構成されている存在なんだよということなんです。なのでそこに焦点を当てた、医療というものが本来は必要であるべきですし、その医療という文脈以外でもですね、私たちのその人生の中で、魂っていうものをこう大事にした、例えば励ましだったりとかですね、人生における希望とかですよね、意味、生きる意味とか死ぬ意味とかですよね、そういったことをこう発見、していきましょうということを、その提言をさせていただきました。はい、この動画が参考になってですね、どうぞあなたがこの日本社会の医療の嘘について気づいてですね、そこからこう抜け出して、真実をしてですね、そこにこう向かっていくことで、より豊かなですね、本当にこう意味のある、より素晴らしい喜びに満ちた豊かな人生をですね、歩むためのこう一歩をですね、踏み出していただければすごく嬉しいなというふうに僕は思います。はい、今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた。 Thank you so much guys for watching. See you next time. God bless you. Bye bye.